東京競馬場の中に JRA 競馬博物館があります。競馬の歴史やホースマン、名馬などをさまざまな角度から紹介しています。競馬について学んだり楽しみながら体験できる展示も充実しています。常設の展示のほかにテーマを決めて行う特別展などが1年を通じて開催されています。その中からいくつかを見ていきましょう。こうやってカラーで見るとやっぱりなんかまたイメージが変わってくるんですよね。そうですね、はい。JRA 検証者に選ばれた7名のジョッキーにスポットを当て、代表的な騎乗馬とともに紹介したのがこちらの展示です。はい、その7名が、こちらので、そうですね、安田隆義さんの平雄二さん、郷原弘樹さん、柴田正人さん、これ岡部さんですよね、岡部幸雄さん、福永陽一さん、川内博さん、はい、この7名ですね、騎手検証者の方の、を紹介しているというこの展示になります。はい、それぞれの名手との代表的なお手馬とのこう絆というか、そうですね、やはりここあのコンビネーションコンビですね、見ると分かる展示になっていると。いろんな、まあつながりといいますかね、はい、あの人と馬のつながりもありますし、人と人のつながりというのも、まあ、あの大きくであの今回ちょっと出てきますし、比較的ライトな競馬ファンの方でも、あの今その当たり前と思っていることは、そのこういった先人の騎士たちが、まあ初めて日本に導入したものでもたくさんありますので、そういう、まあ日本の競馬の発展に貢献した方々ということで、はい、見ていただければ非常に、あの勉強にもなるんじゃないかと思いますけど、ね、そうですね、本当この一人一人どういうことをした人、もうそれぞれがあのいろいろな大きな仕事をした人ばっか でそれをちょっと、あこの人はこういうことやったのかと思いながらこう歩きて、しかもなんか僕なんかファンにとってすごく嬉しいのは、無知であったり、はい、勝負服だったりとか、はい、こうその人たちが身につけていたものであったり、いろいろな何ですか、ものとしてこう存在感を持つ感じることができる。そうですね、まあ、あの皆さんはあのご好意であのご出品いただいたり、まあ、あのご寄贈いただいたりしたものが、はい、ありまして、やはりあの、なかなかあの目にすることができない機会ですので、はい、まあ、そういったものもあの名士たちのその、息遣いを感じさせるような資料をですね、まあ、あの間近で見ていただければというふうに思いますね。こちらは騎手がどのように養成されてきたのか、その歴史を振り返ったコーナーです。こちらの展示ではこれまで謎が多く伝説の騎手と言われていた前田長吉の生涯を取り上げました。この遺品にしてもほぼ前田家にあるもの、大体ほとんど全て、そうですね、特に主要な競馬に関するものは、はい、ここに長吉の直筆の手紙ですよね、はい、これがあの長吉がお兄さんに宛てたもの でここに、この裏に実は消印が押してあって、はい、どこから何年何月何日に出したかが分かって、でここに自分の前の師匠が亡くなっていついつ今この師匠移りましたってことが書いてあるんで、それで長吉のこう足跡が分かるという非常に貴重な資料でもある、はい、あの具体的にその上京した年がはっきり分からなかったの で、ね、これでそのいつ上京したというのが分かるようになった資料ですね、はい、それでこちらにある長吉が愛用していた釣果ですとか、この鉛チョッキ、これあの多分馴染みのない人多いと思うんですけど、ちょっと説明していただくと、そうですね、あのいわゆる負担重量がまあレースごとに、まあ、あと馬ごとに決まってますので、はい、まあ、それを調整するために、まあ、今の騎士です大体あの蔵の下に、あのまあ、ポケットみたいなのがついてまして、はい、まあ、そこにあのやはり同じようなこういう形の重りを、はい、あの入れて、まあ、調整するんですけれども、まあ、この時はそういう蔵の下に入れるのではなくって、実際に騎士がこう身につけていたという、まあ、
これもまあ非常に珍しいものですね。私も見たことありません。あ、そうですか、はい、しかもこれ保存状態がすごく良くて、これ見ていただくと分かるんですけど、鉛に一個一個プレートに名前が彫ってあるんですよね。そうですね、前田ですか、まあ、ちょっと一部尾形って入ってるものもありますけども、はい、ほとんど前田っていうのが入ってますね。1943年戦時中のダービーで前田長吉が乗ったのが名品栗富士でした。生涯負けることがなく、しかもほとんどのレースで大きな差をつけるなど圧倒的な強さを持っていました。前田長吉の本を書いた後に見つかったものなんですが、それによって長吉がいつ徴兵検査を受けてどういう結果だったか、これ兵種って要は不合格ということなんですよね。そうですね、まあ、不合格というのは別に何か問題があったわけではなくて、ここに、書いてるんですけども、身長が低かったと、そういったことが原因で兵種、不合格というふうに、判定されたものですね。そうですね。で、満州で終戦を迎えて旧ソ連に抑留されてシベリアの強制収容所で強制労働に従事して、終戦の翌年の、2月ですか、2月の日に死んでしまうわけ、戦病死、栄養失調ということだったようなんですが、ですね、はい、死んでしまったんですが、その後にこの奇跡と、まさにここにある奇跡の、そうですね、こう DNA 鑑定で持ち帰られていて厚労省の倉庫に眠っていた骨が身元が分かったら、最年少ダービージョッキーだった。なのでわずか2年半なんです。実はクラシック4つ勝ってるというですねすごいですよ。何せ今おそらく騎手デビュー2年目でダービー勝つ、そのクラシックを3つ勝つっていうのはまあ考えられない、多分ないと思うんです、ありえないと思うんですね。戦争のために、はい、騎手の数が、安田兄弟子の安田騎手もいなかったりとか、はい、そういう時代背景もあったとはいえですね、すごい偉業だったと、この4枚の賞状だけでも分かるということですね。これが残ってる、これオリジナルですからね。そうですね、はい、これは非常に貴重な。全国各地に現在まで続く馬と人とが一体となって行われている伝統行事を紹介したのがこちらの展示です。JRA 競馬博物館では、さまざまな競馬の魅力に触れていただくため、特色ある企画で特別展を行っています。ぜひお気軽にお越しください。